APOD。 2015年7月24日、紫外線で見たメシエ天体31番のは、メシエ天体31番とも呼ばれるアンドロメダ銀河は、ほんの250万光年の距離にあり、巨大銀河という括りで言えば、正真正銘、私たちの銀河のお隣さんに当たります。この近さと、およそ26万光年という大きさから、今日の、その渦巻き銀河を紫外線で捉えた豪華な写真の作成には、銀河進化探査衛星、キャレックスによる撮影が11回も要されました。アンドロメダ銀河は、可視光で捉えられた写真では、渦巻く腕が非常に目立ちますが、このギャレックスによる紫外線の写真では、若く高温の巨星から放たれた強力な光が主に捉えられており、渦よりむしろ輪に近い形に見えています。この輪の部分は、星の形成が活発に起こっている場所で、アンドロメダ銀河が、近傍の小さな楕円銀河、メシエ天体32番と、2億年以上前に衝突した証拠であると解釈されています。このアンドロメダ大銀河と、私たちの天の川銀河は、局所銀河群の最も大きなメンバーです。明日の APOD は、赤外線の3列、です。